由美を演じられました牧田亜珠さんです。はい、あゆみを演じました牧田亜珠です。こう私自身も女子高生の部分だったりちょっと大人な仕事をしている部分だったりいろんな面の私を見られると思いますので今日は短い間ですけどよろしくお願いします。今日は皆様にですねちょっとこの映画をイメージして赤の差し色の衣装をお願いしております。はい、赤です。ファッションチェックからじゃあファッションチェックされて、うん、赤です。爪もね、そう爪マニキュアもね、爪も赤です、うん、いただいてますね。で牧田さんや坂口さんは一緒にその現場を体験されたわけですけれども共演してどういう印象がございますかっていうのも聞いてみたいと思いますけどどうでしたか牧田さん。うんとやっぱりこうご自身の企画ということもあって本当にもちろん自分の役に対してもそうなんですけど私の役だったりもう登場人物全員の役のことを考えていたりなんだろう本当にまっすぐこう作品と向き合っている姿がかっこよかったですね。